最果ての魔王ディープブリザードのレディオクローゼット、我は最果ての魔王ディープブリザードである。みなこんにちブリザードであるぞ。この番組は絵に関する疑問質問お悩みに魔王目線でお答えするラジオ番組である。この番組を聞いて少しでも週末のお絵描きが楽しくなってほしいなと、毎週金曜の更新をしておるのであるぞ。というわけで、まずは今週のな、頭に投稿させていただいた前回のレディオクローゼット95回目、イレギュラーの投稿会ではあったけれども、たくさんの方に見ていただき、そしてたくさんのご意見をいただき、本当にありがとうなのであった。あれで、多分いろんなことを考えたりとか、いろんな多分お考えがある方がたくさんいらっしゃると思っておるし、実際その通り、たくさんの方が今なおたくさん本当にご自身のお考えだとか、我の考えに対するアンサーをしていただいたりとかしていて、非常に一つ一つのコメントを大切に読ませていただいておるのである。ああいう風にな、多分どういうことが多分皆にとって良いことなのかとか、それがダメなのかなのか、本当に線引きがあるものではないと思っているので、その線引きっていうのを勝手に自分はこうだからこうですではなくて、みんなの線引きはそういうところにあるんだとか、ああなるほどなってたくさんそういうふうに思いながら見させていただいているので、ぜひぜひまだな考えとか、こういうことはどうだろうとか、そういうのはどうなんだろうっていうのをぜひよければコメントしていただけると嬉しいのであるぞ。一度それはちょっと置かせていただいて、ちょっと来週というかもう今日なんだけれども、もう10月の1日あっという間にもう10月に入ってしもうて、いよいよな、本当なんか9月の頭ぐらいの時にはなんか秋めいてきたかのなんて言っておったけれども、もう本当にこの寒さは本格的に秋の訪れを感じさせるぐらいになってきておるので、そろそろなこの格好ではちょっと寒すぎるかのー、というわけで来週10月の8日にこの新衣装、以前アイデアを募っていた秋服の発表を行おうと思うのである。まず最初の発表自体に関してはこのレディオクローゼットで行わせていただいて、その後に全身やその衣装をどうしてそういうデザインにしたのかっていうことについてのお話をする配信の場を設けようと思っておるので、ぜひ来週の10月8日レディオクローゼット、そして新衣装お披露目会に来ていただけると嬉しいのであるぞ。いや本当、みんなが本当にこうな秋服どうしようかのっていうコメントに対してたくさんいろんなご意見をいただけたおかげで、非常にいい服が作れたので、そちらをぜひ楽しみにしていただけると嬉しいのである。あとな、魔王がじゃあどんな秋服で来るのかっていう予想もぜひ立てていただければと思うので、そちらも楽しみにしておるのであるぞ。今回も皆からいただいたご質問にお答えしていこうと思うのであるぞ。ラジオネーム、スコーンうまいよ殿からいただいたご質問である。ありがとうなのであるぞ。はじめまして。私は最近デジタルで絵を描き始めたのですが、自分が納得するまで絵が終わらず、バストアップの線画ですら10時間以上かかってもまだ終わってないどころか、修正部分などの箇所などらがあり、1枚の絵を描くスペースがかなり遅いです。まだデジタルという機能に慣れていない、画力が求めている絵に足りていないので、参考画像などを見ながらになっています。例えば、好きな絵師様のを見て、この方ならどう塗ったり、どのペンを使うかなど、どうしたらもう少し早くなるというか、1日1くらい描けるようになるのでしょうか。別の質問ですが、キャンバスのサイズはどうやって決めてらっしゃいますか。私は好きな絵師様の絵と同じサイズで描いているのですが、自分で決められるようになりたいです。ということで。これも結構多分悩んでる方が多いんじゃないかなと思って今回取り上げさせていただいたんだけれども、絵を描くのが遅い、もしくはこう SNS とかを見てるともうどんどん絵を投稿している人がいるけど、そのペースよりもかなり遅いということで悩んでいる方がきっと多いと思ったので、こちらを取り上げさせていただいた。でもちょっとキャンバスサイズについてはまたその後別途軽く答えさせていただこうと思うので、今回はこの絵を描くことに対して時間がかかっている遅いんじゃないかと悩んでいる方に対してのお話をさせていただこうと思うので、ではまず魔王のお答えをお話しさせていただこうと思うのであるぞ。絵は自然と描くのが早くなるもの。そしてこだわるのであればどれだけ時間をかけても良いなのである。では
どういうことかをお話ししていこうと思うんだけれども、まず、まあ、絵を描き始めたばかりということなので、これはもう正直、描くのが遅くなって致し方ないと思っておるのである。それは、ツールの機能だったりとか、どういうことをすればどういうツールが使えるのか、という理解をする時間がまだまだいるからなのである。やはり、長く使い続けていけば、このツールはここに配置されている。このツールはこういうところをしたらこういうことができる。あとは、例えば、こういう塗りをしたいんだったらこのツールを使おうみたいな選択に選ぶ時間というのがどんどん短くなっていくので、そこでやっぱり絵を描く時間というのは劇的に短くなっていくと思うのである。なので、まあツールをこうなんか選んで、うん、これでもない、うん、これでもないってなってるうちはその時間がどんどん削れていくので、そこに関しての時間がかかってしまっているは正直絵を描く枚数と時間が解決していってくれるので、心配することなく描き続けていけば良いと思うのである。また、例えばこの線画を描くのに10時間かかっていると言っておるが、プロの世界だと多分線画だけで3日かけてますみたいな方、ザラにいらっしゃるんであるよ。だし、納得いかないから途中で描き直してるとか、色を塗りながら線画を直しているとか、まあ我なんかもまあそうなんだけど、実は線画を描き終わった後に色を塗り終わってから、で、線画を直したり、全体のデッサンを見直したりみたいな感じで、工程ごとではなくても塗りながら書きながらどんどん加湿修正したり、気に入らないからって言って手直しをするというデジタルの絵描きのスタイルをする方というのもたくさんいらっしゃるのである。で、ここでも大事になってくるのは、例えばデッサンのポーズを正しく取るとか、書きたいための技術をちゃんと身につけていくことで正しい線を引くスピードっていうのはある程度は早くすることはできると思うのである。だけれども、まあこれからちょっと言おうと思うんだが、早く描けること、イコール絶対的な正しさや偉いとか、絵描きにとって上位的存在である、というわけでは全くもってないのである。時間をかけてじっくりと自分の正しいものを見つめる。それこそが実はお絵描きをする上で、我は大事だと思うのである。よくな、そういうお絵描きが早くできるみたいなことで言うと、ワンドロっていう言葉聞いたことあるかな？ワンドロ、まあ、ワンアワードローイングという意味なんだけれども、まあ、1時間で絵を描いて提出するという、言ったらまあ、スピードお絵描き、まあ、ちょっとした競技的な感じでやるものであるけれども、もちろんそれを早く描けるということはすごいことではあるけれども、決して1時間かけて描いたいと10時間かけて描いたいで、全くもって同じクオリティかといったらそうではないんである。1時間の中で絵を完成させるっていう競技なので、それが決して商業でも通じるぐらいものすごいハイクオリティな絵なのかといったら、決してイコールではない描き方なのであるよ。だけれども、お絵描きを始めたばかりの方とか、自分が描かない絵のジャンルで描いている人の絵を見たりすると、もうめちゃくちゃその1時間でもうまく見えたりするのである。え？ 1 時間でこんだけ描けとるんである。うえぇ、我全然描けてないであるって思ってしまうこときっとあると思うんであるよ。なので、ここで大事にしてほしいのは、誰かが早く描けてるから自分もそうしなきゃいけないという考えを、まずは捨ててほしいのである。誰かが1時間で描けたよ、この質問くださったスコーンうまいよ殿とか、今こうやって聞いてくださっとる皆がな、その同じ1時間で同じクオリティを描けなかったら、絵描きとして下なのか、と言ったら、全くもってそういうことではないということなのである。どれだけ時間をかけようが、逆にどれだけ時間を短くしようが、自分が納得できている絵を描けていることこそが大事なのである。それに、SNS 上では、日々な、完成された絵ばかりが、どんどんタイムライン上に流れてきたりするではないか。なので、この人はものすごいスピードで描いてるんだとか、もうどんどん投稿してるって、錯覚しやすくなるのであるよ。もちろん、早く描いてる方もいらっしゃるかもしれないが、なぜ自分の描いてる絵を遅く感じるかといえば、自分が一番絵を描くの現場を見ているからなんだよ。まあ当たり前なんだけれどもな。だから、自分っていうのはこんなに時間がかかって、こんなに手間がかかって全然ダメダメなんであるっていう考えに陥りやすくなってしまうので。だからこそ、絵を描いているご自身が、まず、時間がかかっているっていうことは、横に一回置いといてもろって、で、自分がその絵に対して納得できているかどうかを大事にしてほしいのである。それで、あ、自分はこんだけちゃんとやれてるんだなって認識できているのであれば、我はそれで良いと思っておるのであるぞ。あとは、例えば、それでもなんかやっぱり、SNS とか Twitter とか Pixiv とかいろんなところで、1日に、一回何らかでいいから絵を投稿したいっていうのであれば、例えばもう何時間も何十時間もかけて描くお絵描きと SNS に上げる用の軽い落書き、もうほんとラフとかでもいいからパパッと描いてみるみたいなのを投稿するみたいなことをされてみてはいかがであろうか。
そうすることで SNS に自分の絵の一部だったりとか上げることもできたりもするので、そんな風に自分の絵を、まあ、いろんな方法ね、たくさん見てもらう方法っていうのはあったりすると思うので、ぜひよければそういう絵を時間がかかるということで悩まず、自分のペースでしっかり描いて、そして納得のいくものが描けることこそがお絵描きで大事なことなんだなと考えてもらえたら嬉しいのであるぞ。そして、まあ、このキャンバスのサイズはいくつにしてますかっていうのがあるんだけれども、我は基本、大体、例えばこの動画のサムネとかで描いている絵なんかは、16対9の比率、この動画の比率だな、の約倍のサイズ、なので 4K のサイズで描くようにしてて、で、解像度は350にしている。あとは特に指定がなかったら、大体解像度350の A4 サイズ。あとは解像、これも解像度350で、縦横3000ピクセルの正方形の絵を描くことが多いであるかな。まあこれはウェブ上で発表する際には大きいんじゃないかっていうかもしれないけれども、大体なのでウェブ上で発表するときは半分のサイズ、サムネのサイズだったら 1920×1080、 A4 サイズの350だったら大体その半分ぐらいのサイズで、縦2000以内で収まるような感じで投稿することが多いかな。で、正方形のサイズだったら 1500×1500 のサイズで投稿することが多いのである。まあ、なぜかというと、業務とかでな、絵を描かせていただくときに必要な解像度だとかピクセル数っていうのが大体解像度350の A4 サイズぐらいが、まあ、前後するけれども多くて、それに適したブラシサイズだとかペンの設定っていうのを事前に用意しているので、ちっちゃいウェブ用で描く用のブラシサイズというのを作っていないのであるよ。なので大きいサイズで描いて、でウェブで載せる用の小さいサイズに縮小してから投稿するっていうことが多いので、このようなやり方をやっておるのである。まあであるし、そういうやり方を普段の業務以外の絵で描いていれば、いざ業務で絵を描くときの、まあ、フィードバックもしやすかったりもするので、そういう意味もあって我は大体その3つのサイズを使って描くことが多いのである。まあちょっと多分ここの横にどんなサイズで描いてますっていうピクセル数を載せておくので、それを参考に絵を描いてもらえたら嬉しいのであるし、あとはプロの世界であったとしても、落書きはちっちゃいサイズで書いてますって人もいれば、落書きはアナログで書いて投稿してますみたいな人もいるので、一律でプロがこのサイズで書くことが正しいと決まっているわけではないので、我のこの画像サイズもあくまで一例だし、みんなもこれに習ってやっているわけではないけれども、そういうふうに書きながら自分がお絵描きしやすいサイズというのを見つけてもらえたら嬉しいのであるぞ。いかがだったかの？皆からの疑問、質問、お悩みは、この動画のコメント欄、公式サイトの質問フォームから、そして、ツイッターでハッシュタグ、シャープ、レディクロで、つぶやいていただければ、魔王がお答えするのであるぞ。ではまた次回、お絵かきしながらお会いしようなのであるぞ。動画のご視聴、誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、通知の、そして SNS のフォローなどもよろしくお願いいたすのであるぞ。